次第即時ハイクラスでグラマラスな女性をご紹介しますので、エスコートをお願いします。では口座番号を申し上げますね。お手元にメモのご用意をお願いします。東京新海銀行紅葉町支店。やべすいません江上さんも女性にはやっぱり弱いんですね。女じゃないよ、金に弱くなってるわ。教習所通えたけど金がない。裏街道でしのぎを削った喧嘩の麻婆も社会に出された途端赤ちゃん並みに無力ってことですね。まともに生きようとしてもそのきっかけもつかめない。自業自得って言いたいわけよ。まあそうとも言えますねでもね角田君、これって社会全体の話なのよ。元犯罪者が社会からはぶれた末に何をするかといえば、また一般人に被害を出すことだから。だけどきっかけがなければ誰も自分事だとは思えない。三上さんが壁にぶつかったりトラップにかかりながらも更生していく姿を番組にしたら、視聴者には新鮮な発見や感動があると思うんです。視聴者の新鮮な発見のために何で俺がトラップに絡んといかんとや。それ言葉のあやですよ。企画が通って予算がついたら教習所だって自腹切らずに帰れるかも。ちょっと待て、お袋を探してくれる番組じゃなかったとね。社会のレールから外れた人が今ほど生きづらい世の中ってないと思うんです。今度ばっかりは固いぞ。相手にしない方がいいんじゃないですか。放送に耐えられる対象じゃないですよ。そこが面白いんじゃん。下町で暮らす優しくてまっすぐすぎるこの男三上、実は人生の大半を刑務所で過ごした元殺人犯だった。働きてって言われてもね。反社の方には例外なく保護はおりませんから。取り直し。もっと何やあもうダメ社会に出された途端赤ちゃん並みに無力ってことですね。善良な市民がリンチに踊っても見過ごすのがご立派な人生ですか。回して回して。なんで戦ってぶちのめすしか策がないと思うんですか。そこが変わらない限りあなたは社会じゃ生きていけない。お前らみたいな卑怯な人間になるくらいな死んで結果だ。助けが欲しいんだったらば食べられないでほしい。あんたみたいなのが一番何も救わないのよ。申し訳ございませんでした。全てこちらの勘違いです。冗談じゃん。人生のレールを踏み外した男が見た新たな世界とは。素晴らしき世界。